小池百合子都知事の学歴詐称疑惑、真相をご存知ですか？今回の動画では、小池百合子都知事の学歴詐称疑惑に焦点を当て、その背後に隠された驚くべき事実を紐解きます。1992年の参議院選挙当選直後から続くこの疑惑は、2016年の都知事選出馬時に再燃しました。カイロ大学を卒業したと主張する小池都知事が提出した卒業証書や卒業証明書、その真偽に迫る証言や証拠の数々、ノンフィクション作家石板江子の著書「女帝小池百合子」で明かされた彼女のカイロでの生活と学業に関する詳細な証言、そして小池都知事が学歴詐称を隠蔽するために依頼した元ジャーナリストの A 氏と、彼女を支えた千代田区長樋口孝明の関与、さらにこの問題を追及する都議会議員たちの動きや公職選挙法違反の可能性についても詳しく解説します。小池都知事の学歴詐称疑惑が今もなお解決されていない理由とは何なのか、この疑惑に関与した人物たちの行動がどのように現在の政治に影響を与えているのか、今回の動画ではこの複雑な問題を詳しく探り、視聴者の皆さんにその全貌をお届けします。動画の中では具体的な証拠や証言に基づき、学歴詐称疑惑の背後に隠された真実を明らかにします。小池都知事のキャリアにおける重要な局面を追いながら、彼女が直面している課題とその対応についても詳しく見ていきます。興味深い事実が次々と明らかになるこの動画、ぜひ最後までご覧ください。それでは、樋口孝明区長が関わった学歴詐称疑惑の発端と主要人物についてから始めましょう。樋口孝明現千代田区長は、小池百合子都知事の学歴詐称疑惑に深く関与していた人物として注目を集めています。この疑惑は、小池都知事がカイロ大学を卒業したという主張に端を発し、後に樋口がその裏工作を担ったことが明らかになりました。ことの発端は2020年都知事選挙の直前でした。小池都知事は長年にわたり学歴詐称の噂に悩まされており、特に2016年の都知事選出馬時には疑惑が再燃しました。そんな中、都民ファーストの会事務総長であった小島敏夫は、小池都知事から相談を受け、カイロ大学からの正式な声明文を出してもらうことを提案しました。この提案に応じ、小池都知事は迅速に動き、わずか3日後には駐日エジプト大使館のフェイスブックにカイロ大学の署名入り声明文が掲載されました。しかし、この声明文の作成には裏がありました。樋口孝明は小池都知事の秘書のように働き、声明文の作成から掲載までの細かなやり取りを一手に引き受けていました。ジャーナリストである A 氏とも連携し、声明文を作成したのです。この声明文が Facebook に掲載されると、学歴詐称問題は急速に沈静化し、小池都知事は無事に出馬を表明し、再選に成功しました。樋口孝明の関与はこれだけではありません。彼は小池都知事の学歴詐称疑惑に対する対応を通じて、彼女の最大の弱みを握ったとされています。その結果、小池都知事は彼に対して大きな信頼を寄せるようになり、樋口は2021年の千代田区長選挙で小池都知事の強力な支援を受けることとなりました。選挙では小池都知事が熱烈に樋口を応援する姿が見られました。また樋口孝明は千代田区長選挙において史上最年少の38歳で当選を果たしました。これは小池都知事との強固な関係が背景にあると言われています。樋口は若くハンサムで高学歴、さらに父親は元警察官というハイスペックな背景を持ち、さらに小池都知事の裏工作に協力したことが彼を千代田区長のポストに押し上げる原動力となりました。このように樋口孝明は小池百合子都知事の学歴詐称疑惑における重要な人物であり、その裏工作の一端を担ったことで現在の地位を築き上げました。樋口の行動が小池都知事の学歴詐称疑惑をどのように影響したか、その詳細は多くの人々の関心を集め続けています。次は樋口孝明区長の選出と小池都知事との関係についてです。
樋口孝明が2021年に千代田区長選挙で当選した背景には小池百合子都知事との深い関係がありました。小池都知事の強力な支援を受けた樋口は都内23区で最年少の区長として当選を果たしました。彼の当選は学歴差小疑惑の隠蔽工作に協力したことによる小池都知事の信頼を得た結果とも言えます。小池都知事は樋口を強く支持し、選挙期間中には熱烈な応援メッセージを送りました。彼女は樋口が京都大学法学部時代に自身の衆議院議員事務所でインターンを務めていたことに触れ、20年来の関係を強調しました。さらに樋口が都議会議員としても実績を積み上げてきたことを紹介し、彼のリーダーシップと実行力を高く評価しました。樋口孝明は若さと高い学歴、そして元警察官である父親を持つハイスペックな人物として知られています。彼は幼少期から剣道を続け、日本文化の象徴である武道を通じて自己鍛錬を重ねてきました。これらの要素が彼を千代田区長のポストに押し上げる要因となりました。また樋口は小池都知事の政治改革にも深く関与してきました。彼は小池都知事の都民ファーストの会に参画し、都議会議員として3年半にわたり地域の声を政策に反映させてきました。この期間に培った経験と実績が彼の区長選挙での勝利につながりました。選挙期間中、小池都知事は樋口を公に支持し、動画メッセージで彼の人柄と実行力を保証しました。彼女は千代田区と東京都の連携を強化するためには樋口のようなリーダーが必要だと訴えました。この強力な支援は樋口が千代田区長選挙で圧倒的な支持を得る大きな要因となりました。樋口孝明の当選は小池都知事との強固な関係によるものであり、彼女の信頼を得た結果です。樋口は都議会議員としての実績やリーダーシップを通じて小池都知事からの信頼を勝ち取りました。この信頼関係が彼を千代田区長のポストに押し上げる原動力となりました。樋口の当選後も小池都知事との関係は続き、彼は都政と区政の連携を推進する重要な役割を果たしています。彼のリーダーシップと実行力は小池都知事の期待に応えるものであり、千代田区の発展に寄与するものとされています。樋口孝明の選出は小池都知事との長年の信頼関係と政治的支援によるものであり、彼の政治キャリアにおける重要な一歩となりました。次は樋口孝明区長が区議会でどのように対応したかについてです。樋口孝明区長は学歴差小疑惑に関する質問に対して具体的な説明を避けました。千代田区議会での審議中、議員たちは樋口区長に対し、彼が小池百合子都知事の学歴差小疑惑に関与していたかどうかを問いただしましたが、彼の回答はあまりにも曖昧で不十分なものでした。2024年5月に小池都知事の元側近である小島敏夫による告発記事が月刊誌に掲載され、そこで小池都知事の学歴差小疑惑が改めて取り上げられました。この記事では小池都知事がカイロ大学の卒業証書を偽造し、その隠蔽工作に樋口区長が関与していたと指摘されています。この問題を受けて区議会では樋口区長に対する厳しい質問が相次ぎました。しかし樋口区長は都議会において小池都知事ご本人からカイロ大学が卒業を正式に認めており、そもそも前提が間違っているとの答弁がなされているという一貫した回答を繰り返すだけでした。議員たちはこの説明が不十分であるとし、再度質問を重ねましたが、樋口区長は具体的な詳細については一切言及しませんでした。議員たちの再質問にもかかわらず、樋口区長の答弁は変わりませんでした。区長が言ったことについて具体的に答えてほしいという要求に対しても、彼は都議会においてすでに説明がなされているという回答を繰り返しました。この対応は議員たちだけでなく多くの区民にも不信感を抱かせる結果となりました。さらに議員たちは樋口区長に対して小池都知事の学歴差小疑惑に関与していたかどうかを明確にするよう求めましたが、樋口区長は具体的な事実に基づく答弁を控えるとして詳細な説明を避けました。この態度が
区議会の場での大きな論争を引き起こし、議員たちからの批判が高まりました。議会の中で、議員たちは樋口区長に対し小池都知事の学歴詐称疑惑は、公職選挙法違反に該当する可能性があるため、区民に対する説明責任があると強く訴えましたが、樋口区長は一貫して同じ回答を繰り返し、具体的な説明を避け続けました。この対応により、議会内での緊張が高まり、樋口区長への信頼が揺らぐ結果となりました。最終的に、議会での審議が進む中で、樋口区長は一度も具体的な説明を行わず、議員たちの質問に対して曖昧な答弁を繰り返しました。この対応が、区民や議員たちの間での不信感をさらに増幅させる結果となりました。議員たちは、樋口区長が疑惑に対して具体的な説明を避けたことを強く批判し、区民への説明責任を果たすよう求め続けました。最後は小池都知事の学歴詐称疑惑の詳細と関与者についてです。小池百合子都知事の学歴詐称疑惑は、長年にわたってくすぶり続けてきました。1992年の参議院選挙当選直後から始まったこの疑惑は、2016年の都知事選出馬時に再燃しました。小池都知事はカイロ大学を卒業したと主張してきましたが、その証拠として提出された卒業証書や卒業証明書の真偽が疑問視され続けてきました。2022年にノンフィクション作家の石井妙子が著した女帝小池百合子では、小池都知事がカイロで同居していた北原桃が、彼女は実際には卒業していないと証言しています。さらに小池都知事がカイロ大学での学業を果たせなかった証拠として、卒業証書や卒業証明書の不備が指摘されています。これらの文書はカイロアメリカン大学に留学経験のある小説家黒木明氏によってもその偽造が疑われています。小池都知事は学歴詐称疑惑を隠蔽するために側近の小島敏夫に相談し、カイロ大学から正式な声明文を得ることを提案されました。この提案に基づき、小池都知事は駐日エジプト大使館のフェイスブックにカイロ大学の声明文を掲載する手配を進めました。しかしこの声明文は、小池都知事の依頼を受けた元ジャーナリストの A 氏によって作成されたものであり、カイロ大学の公式なものではなかったことが後に明らかになりました。またこの声明文の作成には、当時の都議会議員であり後に千代田区長となる樋口孝明も関与していました。樋口は A 氏にメールを送り、声明文の作成を依頼し、その後も細かいやり取りを続けていました。これにより小池都知事の学歴詐称疑惑を一時的に沈静化させることに成功しましたが、その後も疑惑は完全には消えることなく現在も続いています。都議会では自由民主党の三宅雅彦議員が小池都知事の学歴詐称疑惑について厳しく追及し、彼女が首席卒業でないと結論付けました。同じく都議会議員で地域政党自由を守る会代表の上田玲子議員も2020年からこの疑惑を追及してきました。多くの証言や証拠が揃い、小池都知事の学歴詐称疑惑は未だ解決されていない問題として残っています。さらに公職選挙法の虚偽事項公表罪に該当する可能性があるため、小池都知事が選挙候補にカイロ大学卒業と書いたことが問題視されています。この問題について樋口孝明区長も自身の言葉で説明することが求められていますが、彼は具体的な回答を避け続けています。このように小池都知事の学歴詐称疑惑とその隠蔽工作に関与した人物たちの行動が現在も議論を呼んでいます。こうした一連の出来事は、小池都知事と彼女の側近たちが学歴詐称疑惑を隠蔽するためにどのような手段を取ったのか、そしてその疑惑が今もなお解決されていないことを示しています。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今回の動画では小池百合子都知事の学歴詐称疑惑とその隠蔽工作に関与した人物たちについて詳しくお伝えしました。この問題は1992年の参議院選挙当選直後から続く長年の疑惑であり、特に2016年の都知事選出馬時に再燃しました。カイロ大学を卒業したと主張する
小池都知事が提出した卒業証書の真偽が疑われ、多くの証言や証拠が集まっています。ノンフィクション作家石井妙子の著書女帝小池百合子で明かされた内容や、小池都知事の元側近である小島敏夫の告発、さらに元ジャーナリストの A 氏による偽造声明文の作成など、数々の事実が明るみに出ました。またこれに関与した千代田区長樋口孝明の役割についても詳しく見てきました。今回の動画を通じて、小池都知事の学歴詐称疑惑とそれを取り巻く隠蔽工作の詳細をご理解いただけたかと思います。この問題について皆さんはどのように感じましたか？ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。また今後もこのような興味深い政治の裏側に迫る動画をお届けしてまいりますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画ではさらに深掘りした内容や新たな事実をお伝えしていきますので、お楽しみに。今回の動画が少しでも皆さんの知識を深める手助けとなれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。